皆さんこんにちは、ケイです。今日は2018年私が買った3つ目の福袋ハッピーバッグを紹介していきたいと思います。リンメルのハッピーバッグ、1800円、2000円ぐらいで買いました。開けてみます。わー、お店でなんかちゃんとサンプルが出てあったから、何かに何が入ってるか、どういう色かが分かっているようになっているので、なんかすごく助かります。たまに福袋とかを買うときに中がお楽しみっていうやつは私はあんまり好きじゃない。なぜかっていうと、だって売れなかった色とかがほとんどだから、だから結局使わなくなっちゃうし、もったいない。中には5個のアイテムが入っております。まずこれ、マニキュア、マニキュア。なんかすごい落ち着いた色で、スピーディーフィニッシュ。うん、かわいい。次はこのリンメルのラスティングフィニッシュコンシーラー。クマ、ニキビ跡、シミもパーフェクトにカバー。これは1番。明るい肌の色用ですね。ちっちゃい。10g だって。次に、じゃじゃん、パノラマロング。マスカラですね。24時間ちゃんとカールをパワフルにキープだって。あとつけてる間でもずっとまつげケアをしているって、なんかいいよねそういうのって。ウルトラブラック、茶色とかっていうマスカラの色は使ってないから必ずいつもブラック。この2つが一番気に入っているものなんですけど、まずじゃあこのアイシャドウを見せたいと思います。ほら見て、この可愛い色、チョコみたい。リンメルショコラスイートアイズ、アイカラー、だからチョコレートみたいなんだ。毎日に使える色を開けてみるとこんな感じです。こうやってちゃんとチップも入ってます。ほら見て、この可愛い色。普通に会社行ってる時とか友達に会う時とか、ちょっとそこら辺に買い物に行く時とかでも使えそうな色で可愛い。ちょっとこのピンクを見ていきたいと思います。おお。でも結構ね、ラメが、うん、見えるかも。ラメとかがあまり好きじゃない人はちょっと、うん、こうやってつけるとほとんど色が分かんないくらい。じゃあちょっとそのこのピンクの隣に、この中の色で一番濃いこの茶色も、あ、チップが見て、すごい色。おお。でもこの色は濃い。見て、この茶色が私が今塗った濃い、一番濃い色のやつなんだけど、その隣に右側にそのピンクをやったはずなんだけど、なんか見えない。まあそんなような色です。目とかが好きじゃない人にはちょっと残念だね。一番楽しみにしているのが、じゃーん、リンメルワンデーリップマニキュア。なんかずっと前からすごい気になってて、なんかキスしても落ちないとかって書いてあってて、キスだけじゃなくて食べても飲んでも落ちないんだって。ステップ1とステップ2があって、ステップ1はまずこれを使って、これが落ちにくいリキッドルージュなんだって。のステップ2、こっちの方がツヤコート、なんかこれをつけることによってもっと長持ちするんだって。今度レビューをしてみたいと思います。これは16時間、16時間だって。本当かな。リンメルの福袋2000円ぐらいでこんなに入ってました。しかもなんかほとんどすごい使えるようなもので、本当に良かったと思います、これ以外ね。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。バーイ。